実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、 K の大冒険です。それではね、今回も早速集まれ動物の森、任天堂スイッチ版やっていきたいかなと思います。まあスイッチしかないんだけどな、まあスイッチしかないけれどもな、バンとか言っちゃったね。まあ早速始めていきましょう。あのですね、まあこの頃5時41分しっかりさ、ここバレるからな、ここから始めるのやめようかないつ撮ってるっていうのバレるからな、これな、いな、ね、何時何十何分までバレますからねバレますからねまあバレたところで困ることは何一つないんですけれども、はい。さて本日のニュースはドゥルルルルルルルデデン、はい、ありません、ないんかーいまあそうなんですよ、本当はですね、本日たぬきちさんの、ショッピングっていうのかな、お家ができる予定だったんですけれども、あの鉄鉱石がなくて足りなくて、まあ本当はね今日そのね、あの動画を収めていきたかったんですけれども、ちょっと今回ね、間に合いませんでしたね。はい。ただちょっとそろそろね、あの動物の森のね、あの動画をアップロードしたいなと思ってまして、はい。はい、というわけでね、はい、ガラッと変わりましたね。ガラッと変わりました。おっと、メールが届いている。なんだろうか。開けていく、開けていく。リスナーさんだったらどうしよう。たぬきちさんから。おいしょ。おっとっと。おっとっと。何かが二段坂、二段坂曲、これはどこでどう使うべきなんだろうか。まあね、ちょっとあの見た目ちょっとね、ガラッと変わっちゃってますけれどもね、まあ皆さんね、あのこの見た目に慣れてください。はい、この辺に飾る、壁に飾る、壁に飾る壁に飾る、壁に飾る。じゃあ壁に飾ろう。おー、なるほど。なるほど。で、ちなみにこれ、あの、黄金の歯車っていう名前だったかな。これね、あの、金色のなんか、あの、珍しいやつを使うらしくて、で、俺、あの、偶然、持ってたから、作ってみたんだけど、うん。あんまりね、迫力ないね。あんまり迫力ないね。まあでも、男心をくすぐるね、あの、なんていうのかな、仕組みって、もうずっと見てられるよね。うん。なので、ちょっとお気に入りですね。はい。結構レアなものらしいです。はい。でですね、まあ、今回、あの、多分タイトルに出てると思うので、ちょっとね、もう横にチラッと、もう右の方にチラッと映っちゃってるんですけれども、ちょっとね、落書きっていうんですかね、それをちょっと極めていましてね。はい。はい、というわけで、ね、こんな感じで、これはですね、ゴジラキングオブモンスターに出てくる、まあ、メイン怪獣っていうのかな、まあもうゴジラそのものです。はい。ちょっと頑張ってみたところ、これしかいけなかったっていう感じかな。はい。さてさて、これだけではありません。しっかりね、まあこの頃ね、オンラインでいろんな方と僕繋がってまして、この前、みーちゃんかな、名前出しちゃっていいのかわかんないけど、ほら、みー参上とか、みー参上とか、こんにちはとかね、あの、いろいろ書かれてね、いましてね。で、俺が対抗しようと思って、いらっしゃいって、いらっしゃいって書いたんですけれどもね、もう雑すぎてね。雑だね。うん。ドット絵の方がまだいい。うん。まだうまく書ける。というわけでね、まあこんな感じで結構ね、あの、リスナーというか、まあ、知り合いっていうか、野良の方というか、まあそんな感じでね、ちょっと繋がりましてね、はい。まあちょっとね、島にも、あの、いろいろ工夫をしていこうかなと思って、はい、もうこちら、あ、ごめんね、もう見えちゃったね、これ。右側が、ガンダムストライクフリーダム。はい。で、左側が、ガンダム、なんだ、ディスティニーだっけ？あ、デストレイ！あれ？なんだっけ？ガンダム、なんだっけ？あれ？ガンダムシ、多分、ディスティニーかな？うん。確か、その名前だったかな？うん。で、次。ででん、こちら。右側が、ペルソナのジョーカーのね、やつですね。はい。で、左側が、ソードアートオンラインに出てくるキリト。っていう感じでね。まあ、こういう感じで、ドット絵をやりました。で、次ですね。次の二人はこちら。
ちょっとこれ分かりにくいんですけれども、あの右側が、孫悟空、ドラゴンボールの孫悟空、そして左側が、あれ名前忘れちゃいけない、名前忘れちゃいけない、そう、フリーザ、うん、なんだっけ、ジレンと戦って、2人でね、共闘して倒しに行く時のあのシーンをカットしました。はい、カットして切り出してっていう感じですね。で、次のお二人がこちら。まあ見てわかる通りなんですけれども、ちょっと松明邪魔なんだけどね。はい、右側がナルト疾風伝に出てくる、渦巻きナルト、そして左側が、ウチハサスケになっております。はい、という感じでね、なんかタッグとか親友同士とかライバル同士とか、ちょっとそういう感じで、あの、なんていうのかな、お互いいがみ合ってるけど本当は仲がいいみたいな、そういう感じのあのイラストを集めたっていうんですかね。はい、そういう感じです。なんか他にも、なんかこのアニメとこのアニメのキャラめっちゃ絶対一緒にいたらやばいよとか、このアニメとこのアニメコラボしてるからこの絵をやってよとか、そういうリクエストがあれば、あとストック的にあと 1,2 枚くらいかな、描けるのは。はいですね。なので、なんか他にも、例えば味方だったのに、あ、敵だったのに味方になって一緒に戦っていくとか、もうウルトラマンでも大丈夫です。ウルトラマンでも大丈夫だし、もうアンパンマンでも大丈夫。あの映画であったでしょ、あのバイキンマンがね、あのアンパンマンをとね、あの手を組んで倒しに行くっていうのあったでしょ。もうあれも胸あちじゃん、胸あちちじゃん、あーちちじゃん、うん、だからなんかそういうね、なんか熱いタッグがあるキャラクターをちょっと今募集してます。あのツイッターの方でもいいですし、このコメント欄に書かれても大丈夫です。そのドット絵になってしまいますけど、それでもよければね、あの 1,2 枚ね、あのもう一回書こうかなと思ってますんで。はい、これ入り口です。これうちの入り口ですこれ私の島の入り口です。はい、まあね、なんであのこうやってタッグの絵を描いているのに俺のお家の真横にゴジラがあるのかって言いますとね、あ、そうだよ、ゴジラとキングコング描けばええやないかい。忘れてた。よし、これで1枚埋まった。あと1枚募集あと1枚募集。他にね、なんかあのなんかね、あの2人が登場すると胸が熱くなるような、なんかそんなキャラクターが2体いれば、皆さん教えてください。シャクガのシャナとかでもね、あの昔のアニメでも何でも構いません。もうだってロボットアニメだろ、怪盗と、あのなんだ、プレゼントがある。でも怪盗とゲームの世界だろ、でこっちはあの筋肉バカの世界だろ、うん、でここは忍びの世界だろ、もういろいろ世界入り混じっちゃってるんで、どんな世界でも構いません。もうプリキュアだろうが、おじゃまじゅドレミだろうが、なんだろうが、見るもでポンだろうが、何でもバッチ怖いです。とりあえず2体が出たら胸熱になるようなキャラクターを良ければコメントしてください。リクエストいただいたらそれを書いていこうかなと思います。はい、で今日は何をしようか今日は何しようか、とりあえずね、紹介だけでなんかもういっぱいいっぱいなんですけれども、はい、てかこの木育たねえな、この木育たねえ。これね、お金の木なんですけれども、2つ植えたんだけど、なんか後ろの方は育ってんのに、なんでお前ら育たないねんなんでやねんで、お、フレンドがいるっぽいですね。じゃあちょっとあの、フレンドがいつ来てもいいように、ちょっとあれだな。ちょっと島開いてみるか。お、ちょっと、あれだな。ちょっと、自分の島でもちょっとやりたいことがいろいろあるぞ。ちょっと待ってよ。なんか、いろいろ、なんだ、発掘、化石の発掘とか、今、あの、地面が光っていたね、あのところをスコップで掘ってお金を出したりとかね、いろいろちょっとやりたいので、はい。で、遊びに来てもらう。ローカル通信の島、インターネット。インターネット。OK、バルマッチ。まあ、これでですね、ちょっと、オンラインで、あの、いつでもウェルカムっていう感じにしておいて、まあゲストの方が来たら、ゲストの方が来たら臨機応変に対応して実況していきたいかなと思います。フレンドを招く、これでいいかな。パスワードを今入力したところで誰も来ねえだろうからパスワード知らないもんね、うんよし、それでは、お、なんだ、ん、ちょっと、はいはい、オッケー、はい、なんだ、
なんだろう、今なんかピコンピコしてたよね。でですね、今日この実況が上がっている時にはちょっと悲しいお話になりますけれども、志村けんさんの、命日になっちゃうんですかね。はい、まあとても残念なんですけれどもね、志村けんさんがまあニュースにて、本日のニュースでお亡くなりになられたっていうね、情報が出回ってきましてですね、はい、とても残念に思いました。ただね、この話をするにあたってですね、YouTube にて動画1本で丸々収めたいところなんですが、もうそれだと志村けんさんのことをネタに YouTube に動画をアップしてお金を稼いでるような YouTuber っていう風に見られるのが嫌だったので、まあ今回ね、動物の森っていうこのゲームの趣旨の中で、ちょっと志村けんさんのことをね、話していきたいかなと思います。はい、まあただね、本当になんかこの世の中ね、もう人の死を利用するなんてもう当たり前のように起こってますからね。なんでお前、なんや、あ、ケイさん、どうもです。うん、俺お前に話しかけたくて、お前、邪魔やねん。お前が邪魔、いかがですか。そういえば、花の苗はスコップがあれば掘り起こして植えることができますよ、と。はい。水やりのじょうろと合わせて、ガーデニングのマストアイテムなんで、一本あると色々と役立つと思います。ということを教えていただきました。もう知ってるけれどもな、昔から。おっと、化石を掘り出しましたと。ですね、T-Rex のお体が欲しい。T-Rex のお体が欲しい。今、博物館に頭はあるんですよ。はい。さあ、掘り出していこう。お金、お金、1000だね。うん。どうしようかな。お金を戻していこうかな。そしたらまた木のお金、あ、お金、木のお金、お金の木？ん？ん？ができるから。戻すか。穴に埋める。んー、どこしょ。これで、お金の木が誕生いたしました。これまた僕の、お家の近くに植えたいと思います。はい。でですね、ちょっと気になったんですけれども、どこしょ。俺の家のそばに、あったあったあった。化石かな？化石しかないよな。他に何があんねんって。他に何があんねんってよくみんなね、ゴミを埋めちゃうと思うんだけど、俺ゴミはしっかり埋めずに使いますから。でまあ初見というか、もう動物の森初見の方専用にちょっと教えますけれども、知ってるからもしれませんが、お家に入ってから、まあ僕プロコン使っちゃってるんでちょっと教え方があれですけど、まあ画面、左上の方に十字キーが出てると思うんだけど、ここの右の方を押すとですね、お家の中にこうやって物をしまえるようになるんですね。はい。なので、無駄なものとかゴミだなって思っても、こうやって収納すると、あれ？ごめん。話の内容ぶっ飛んだ。なんだっけ？あ、収納すると、ゴミだと思っていたものが、今後必要になってくる可能性もなきにしもあらずということで、よかったらね、ここにしまうっていうことを覚えた方がいいと思います。おすすめです。でですね、これがね、30個必要なんだよね。あと3つ。ちょっと集めていきたいかなと思います。ま、集めながら島をぐるっと回って、まあ、掘ってきた稼ぎをちょっとね、タイキチパイセンに見せて、T-Rex のお体が出たらいいなと。はい。もう噛んだら適当にベロベロ言うから。噛んだらベロベロ言うから。もう一周回ってもう認める。噛みました。噛みまみた。うん。さてと、あれ何するんだっけ？あれ何するんだっけ。あ、そう、鉄鉱石忘れてた。あるかな、石焼き芋焼かせる石焼き芋ねえじゃん。石ないじゃん。石どこ行った。もうでけえ魚が泳いでんな。まあどうせね、どうせやつだから。あれ、石がない。石がないと鉄鉱石がもらえない。石が。あ！こんなところにメッセージが。開けてみよう。
うるせえぞバイク、スクーターのくせにマフラー切ってんじゃねえよ。テレビで DIY 番組を見てたら、僕の DIY 魂、僕の DIY 魂に火がついて、こんなレシピをひらめついちゃった。欲しい、誰かに自慢したかったから作り方を一緒に入れたよ。君も作ってくれたら嬉しいな。ということで、大発明家の、レムよりということでね、ラッキーアイテムを拾いましたと。引っ越し段ボール L。 いや、作るまでもなく、もはや何か物を頼めば来るやつやないかい。ついでに来るものじゃないかい。必ず段ボールなんて、これわざわざ作るやついるんですかね。まあでもまあね、お引っ越し段ボール、なるほど。特に作ろうとは思いませんね。はい。さてと、石がない。あれ、俺の島に石がない。あれ？石？石ってあれかな？一度壊しちゃうともうあかんの。なんか果物食べて、威力がアップして、石を壊したんですけど、復活しないの？復活せえへんの？石、復活せえへんの？そういう感じ？そういう感じっぽいよ。待って、うちの島に石がない。いや、大問題だよ。大問題。石がない。あれ？うちの島に石、掘り出し物がある。化石を掘ろうじゃないか。シャキン。あれよ、あれよ、ちょ。あいしょい。なんだその無駄な AT フィールドは。求めてないんだそういうの。よいしょ。木の枝とかもね、しっかりね、拾っていきましょう。町が綺麗に、町じゃねえな。まだ町じゃねえな。島が綺麗になりますからね。しかも木なんてね、そのうち使えますからね、しっかりね。そして石がない。空の石がない。また掘り出すものがありましたね、今。石がないぞ。もう壊しちゃあかん感じなんだね、石って。壊したらあかんのね。もう蘇らないの。石って蘇らないの。そういう感じ？全部ぶっ壊しちゃったよ。ああ、よかった、あったけど、また壊したらあれだな。復活するまで時間かかりそうなので、ちょっとあれかな。ちょっと木を取って、食べた分をあと5個なくしてからちょっとしっかり叩いていこうか。怖いね。うちの島から石がなくなるなんて怖いね。ちょっとなんでそんな外すねん。エイムクソすぎるだろ。クソエムすぎるだろ。目の前のあんなでかい木に対して外して横掘るってどんな状況やねん。よいしょ。OK。しっかり埋めて。さてと、ここら辺も掘っちゃいましょうかね。よいしょ。あれ？この蝶々。新種じゃね？うりゃ！てってれ。なんだ、昔に捕まえてたっぽいですね。違う。グッバイ。はい、OK。で、でもどうしてもこれ開いちゃうんだよね。よいしょ。OK。さてと、ここ1個だけでね、鉄鉱石が7個出るとは限らないんで。あれなんですけれども、2個くらい出てほしいな。おっ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 ちいっ。昔ゲットしたんだけどね。昔にもうゲットしちゃったんだけどね。新種ってわけではないね。逃がしましょう。しかもお金が出てる。金欠だからさ。240ベルしかない。せい。
え、嘘。えい、嘘。マジか。鉄鉱石が出ない貴様の石なんてもう要はね、せい。ダメだ。マジか。マジか、石がなーい。私の島に石が、石がなーい。マジか。石ないじゃないか。ちょっと待てよ。あ、こういう段ボールね。必要な道具っていうんですかね。素材が段ボール5個必要とか。誰が好き好んで作るね。まあ、いや、でも作る方はいるからね。マイルがね、あと70欲しい。70あれば他の島に行って、石をカンカンできるので、ちょっとね、マイル集めましょうか。道具クラッシャーはこの前もらったばっかりだから無理でしょ？他に、水やりで、花のある暮らし。水やりすればいいのかな？水やりをすればいいのかな？いやー、誰かパチンコくれ。パチンコくれ。俺も、持ってないんだ。持ってないんだ。そのうち誰かからもらおう。取ってきた君どうしようかな。あんまり切って重要性ないよね。なんかまあこういうことするくらいだよね。こうやって道作ったりとかね。うん。まひとまずはたぬきちさんのところにですね、ちょっと先ほど掘ったゲットした化石をちょっと鑑定してもらって、まあ目指せ T-Rex って感じなんですけれども。さあどうだ。こんにちは、ケイさん。いらっしゃいせい。ドクロ博物館へようこそ。化石の鑑定。あ、美味しい牛乳、本当に美味しい。あ、ダジャレとかそういうんじゃないぞ。合計4つ拾ったんだね。拾ったんじゃない、掘り出したんだね。さてと何になるかな。狙うは、ティラノサウルスの胴体と、スピノサウルスの頭ですね。さあ、何が出る？貴重な化石も。うん。さてと、何になるかな。さてさて。寄贈する。ちょっと待って、おちびがすんげえ暴れてるんだよな、さっきから。パラサウロロフス、あーね、アーケロン、そしてハイヤル、こいつはデデン、ブラキオサウルスの胸。まあいいでしょう、まあいいでしょう、まあいいでしょう、まあ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 こんなもんでしょう。てかおちびさっき何音した？なんか思いっきりドカンって音が聞こえたんだけどな。おちびがドタバタ走りながら、うん、ちょっと心配だな。はい、間に合っていますと。さてさてと。まあ、そのうちね、まあ、時間があれば僕の博物館の中がどうなっているのかっていう、どこまで集まっているのかというのをね、動画に収められたらいいなと思います。お、なんか、夕日が綺麗だね。結構明るくなってきた。夕日のせいで明るくなってきた感じだね。絵も見やすいんじゃないかな。あ、そんなことない。このね、このね、悟空とフリーザのこの、イラストなんだけど、夜、もう真夜中っていうか、もう普通に夜か、朝方じゃないとはっきり見えないんだよね。うん。夕方は特に見にくい。さてさて。何すんだっけ。何すん、あー、そうだ、思い出した。じょうろで水を、ちょろちょろっと。ちょろちょろっと、確か俺持ってないね、今。持ってないので、よいしょ。お家の中にしまってあるじょうろを持ってきて、ちょっと水やりしてみましょうか。で、水やりをしてみて、よし、ポイントがたまれば、もしかしたら本日も島に行けるかもしれない。そして鉄鉱石が集まればいいな。えいえい。サードだ。反応なし。反応なし。
歯のなし。つむ。つむ。気にも与えちゃう。与えちゃう。与えまくっちゃう。あ、これ絶対ずれてる。よし、OK。さあ、どうだ？さあ、これでどうだ？お、あ、もうなんかもう化石でゲットしてたわ。なんかもう化石でマイルゲットしてたわ。はい、というわけでね。じゃあ、早速、島の方に行きましょうかね。で、島に行くとね、結構レアなものがあったり、竹とかね、たまにあるんでね。それをね、しっかり、手に入れるためにね、今持っているものはしまいましょう。なるべく。ジョールはいらないっす。今は使えないよ。いや、そうじゃない。そうじゃない。そうじゃない。あ、違う。あ、違う。電気消しちゃった。ちょっと待って。ちょっと待つんだ。島にジョールを持ってたって何もすることがない。なので、はい。わざわざこんなことしなきゃあかんのかよ。まったくめんどくさいな。さてと、電気をつけて、持ち物、じょうろ、収納する。あ、今は使えないになっちゃうんだね。収納。これちょっと出すか。この辺に飾る。ちっさー。ちっさ。そういう感じね。どうしようかな。どこに置こうかな。まあ、部屋の端っこ隅にでも置いておきますか。いやい。いやい。よいしょ。よいしょ。まあね、このキャラクターはね、もう、どんな重いものでも、この両手さえあれば、押しまくれるからね。うん。どんなに重いものでも押しますから。モアイ像だろうが、何だろうが動かしますからね、このキャラクター。すごいから。うん。マッチョミーだから。さてと、どんどん収納していく。ほい。で、ちょっと木も植えましょうかね。木を植えて、フライト、いいフライトの旅を。さてと、どうすっかな。どうすようかな。ここら辺でいいかな。おいおい、そこかい、そこかい。そこかい。一個前に行くんじゃないかなって思ってたんだよ。よいしょ。ってことは、じゃあここでいいのかな。オッケー、来た。オッケー。よしよし。さてと。では早速。邪魔な木を植えて、まあ、ここら辺に植えとくか。適当に。地面に植える。ああ、雑草があるとダメなんだ。どんどん植えていく。ほい。もう雑すぎ。まあ、そのうちしっかりやりますんで。おっと。ほい。これでどう？ダメなの。これでどうだ？オッケー。ここにもう一丁。なんか黄昏れてんぞ、あいつ。おい、どうした？お前も座りたいって？へへ。ここはオイラのお気に入りだから今はダメだぞ。いや、なんだこいつ。優しさのかけらもねえな。さてと、それではね、おい、お気に入りだから譲らねえとか言っておきながら、もう立ち上がって釣り始めてるぞ。もうすんげえマイペース。だな、あいつ。で、そのうちですね、まあ今、お話しするべきことはですね、なんていうのかな。アプリゲームに関しては、携帯の方に編集ソフトを入れているので、まあ、なんとかね、アプリゲームだけはね、編集できるんですけれども、こういうね、パソコンを使ったですね、実況動画はですね、編集ソフトをパソコンに入れていないので、ちょっと編集できないんですよね。はい。ただ、変に、編集ソフトを入れてしまうと、たまにウイルスが入っていたりして、パソコンがぶっ壊れてしまいますんで、
ね、下手にむやみに無料ソフトを入れられないんですよ、パソコンって。スマホと違って結構ね、気を使わなくちゃいけなくて、もう、ならソフト変えようって話なんだけど、ソフトも何を買えばいいのかわからないのでね、はい。ちょっとね、PC 関係の実況動画は、編集をね、ちょっと悩んでおります。はい。さてと、それではちょっとフライト行きましょうか。鉄鉱石集まればいいな。他の人の島に行って、まあ、なんていうのかな。スコップ使ってもいいよっていう許可をもらえれば、なんていうのかな。鉄鉱石集まるんだけれども、なかなかね。ノラでやっちゃうとね。まあ多分、言えば、OK もらえるとは思うんだけど、ね、なんか人の島にずうずうしく行って、あたかもね、そんな、ね、すぐに、いや、解放してくれよなんて、もう、嵐みてえな喋り方したらあかんから、こっちから言おうにも言えないんだよね。うん。Good luck! OK!まあ、それか、まあ、知り合いの方、誰かが、まあ、鉄鉱石、7個くらい余ってればね、ちょっと、もらえたらいいなと。はい、そういう感じだね。うん、みーちゃんに頼もうかな。みーちゃんに頼もうかな。ね、みーちゃん。見てるんだろ、みーちゃん。さてさて。ここは、竹がないね。竹じゃないね。しかも、なんかそんなレアリティの高いのはなさげだね。あ、一応石がありましたね。石があったぞ。さあ、果物を食べて。果物を食べて。ぶち壊していきたいかなと。よいしょ。よいしょ。よいしょ。オッケー。残さずしっかり全部食べましたと、せいよ。鉄鉱石。これ1個だけなのかな。あーい、たったの1個かーい。で、これ集めんの一苦労だな。うわー、上に石がある。石がある。くそ。くそ。お、ここにも鉄鉱石出ろ。よいしょ。お、金鉱石が出ちゃった。金鉱石が出て、これなんか意外とレアリティ高いっぽいですね。はい。結構高値で売買されてるらしいっす。バイバイ、グッバイ、グッバイ。どこじゃ、また出るんかい、お前は、よーい、おい。はい。まあ、こんだけポンポン出て、もう、今はそんな嬉しくはないんだかな。うん。まったくよって感じだね。うん。ふじこちゃんダメだ、今その声出ねえわ。うん。今はその声が、ふじこふダメだ。今日の喉の調子はよろしくないですね。はい。まあそのうちね、またテンションぶち上げの時とか、喉の調子がいい時にね、まあ、ルパンのモノマネとかいろいろやっていきたいかなと思います。ちょっと今日無理だね。今日、ふーとか言って、ふーとか言ってますけどね。はい。他に用事がないね。しかも、島の住人というか、ここに遊びに来ている方もいないので、島にスカウトすることすらできないと。まあ、ちょっと釣りだけやってみようかな。うん。てか、なんで鉄鉱石よりもレアなね、金鉱石が2個も出てしまうねん。マジで。じゃあ釣り始めていきましょうか。よいしょ。ここの一軒にね、まあ、ちらほらいますんでね。なんか、でかいの1匹、ちっこいの3匹。さてと、でかいの狙っていきましょう。よいしょ。さっ、うん、全く違うところに。ここさ、なんでそっぽ向くねん。そのタイミングで。よいしょい。今、ちっこいのが狙ってきてましたからね。これで緊急回避。オッケー。いやー、これ届くか否か。よいしょ。体に激突。あっ、ちょっと危ない。よしよしよし。さあ、配置を変えて。あ、よいしょ。さあ、どうだ。うん。また U ターンだ。あ、ダメだ。走っちゃいけない。今、ちょっと走っちゃったから逃げちゃったから大丈夫だ。待って。違う方向を見てるぞ。違う方向を見てるぞ、こいつ。
なんかそんなに人間を追って楽しいんか、魚の分際で、おい魚の分際で、おい魚の分際で、人をそんなにからかっていいと思って、お前マジで、あの餌いらないんか、餌いらないんか、ここにおいち餌があるぞ、おいめっちゃ振り向くやん、めっちゃ振り向くやん、もうあさっての方向めっちゃ見るやん、無理、これじゃ無理。ちょっと配置を変えて、ここならどうだ、渾身の一撃入らない、急所にも入らない。いや待て、このでけえ魚と、もう意地でも釣ったる。さあこれでどうだ、なんで なんで、俺釣りそんな下手くそだった、よいしょ、さあどうだ、これできたら、オッケー、よいしょ、オッケー、きた、さあ貴様は誰だ、ででん、ただの恋はい、というわけでね、恋にデコずらされた人間、ケイです。よろしくね。はい、なんかまたでかいのが一匹いるぞ。釣ってみよう。よいしょ、待て、お前もよく動く感じか。こっち向いて、さあ、こっち向いて、ちっこいのはめっちゃ来るな。違うな、どう釣ろうか。そこの配置、なんかめっちゃでけえのいるやん。でけえの3匹おるやん。当てずっぽで、ほい。待って、お前らそんなになんで回転するの？なんでお前らそんなに回転するんだい？なんでそんなスクロールする？スクロールじゃねえ。アクセルっていいのか？来る、ニシキゴイでいいのかな、これ。まあ。ここら辺の声全部釣り尽くしてやる。よいしょ。せい！さあ、目の前！ドンピシャ。さあどうだ。あらららら、下手くそ。もう編集で文字入れしたい。下手くそって画面にでかくドーンってやりたい。あーで、なんかあのね、背景の BGM でなんかね、あのカラスの鳴き声でもカーカーって鳴らしたいですね。今のところすごく編集したいけど、編集ソフトを入れようか迷っております。はい、なんかね、他にね、なんか実況やってる方とかね、あの他に、そういう知識がある方ね、よかったらこのソフトいいですよっていう風にね、コメント欄に書いてくれたら、ちょっとね調べてみようかなと思っていますんで、よかったらね、そちらのコメントの方もよろしくお願いいたします。はい、でね、まあこのゲームをしながら志村けんさんのね、あのことについて語ろうとか言ってるのに1ミリたりとも話してないね。まあでも、この島でやることはもう全て終わったので、帰りましょう。土に帰りたい。いや、それはダメだな。微生物からやり直すなんて俺絶対やりたくない。人間のままやり直したいわ。やり直すとしたらね。まあ、一度死んで蘇ったとして、次は何になりたいってみんなね、聞いたりすることあるかもしれないけど、俺はやっぱりまた人間かな。だって考えてみて。鳥になったら空飛べるんだよ。とか、そういうさ、ロマンティッキーなね、ことを言ってる方いますけれども、現実を見てみましょう。はい。私たちが、これから、おじいちゃんになって、歳をとって、お亡くなりになって、また生き返ります。ね。そして、また人間となって生まれてきたとしましょう。その頃にはね、時代が進んでいることだと思いますので、人間、普通に空飛んでるんじゃないでしょうかね。はい。はい。夢をぶち壊すようだが、夢でもあるからな。人が空を飛ぶなんてな。この頃なんて、スケートボードが浮いてるからな。スケートボードは浮くし、靴だって地面から浮いてるのが発売されてるんだぞ。アメリカかどっかで、確かどっかでね。もう、現代で売られてます。ただ、値段が高すぎて出回ってないだけです。もう売られてます。浮かぶスケートボードと浮かぶ靴。あと、浮かぶバイク。など。他にも車ももう浮いてます。もう、車浮いてます。2020年。今、車浮いてます。はい。そんな世の中なんです、今は。なので、そのうち人間も浮きます。なのでね、生まれ変わりたいとしたら人間です。はい。未来を見てみたい。
未来を感じてみたい。そして人間のまま空を飛んでみたい。鳥なんてもう飛ぶのが当たり前じゃん。もう歩いてるのとほぼ変わんない感覚で飛ぶわけでしょ。もうそんなん感動ないない。うん、もう人間のまま空を飛ぶからこそ感動を得られるんだから。そしてね、この迷彩柄をちょっとね見てほしいんですけれども、ウサギさんが一匹隠れています。さあどこでしょう。チクタクチクタクチン。はい、僕の目の前こちらででん。うん、なんかこの頃ね僕のトーク力が上がっていると思いますけれども、これが私の普通のトーク力なんです。うん、まあね、そんなこんなで、じゃあ今回はここら辺で終了にしていきたいかなと思います。まあね、多分ね、次回からかな、多分もしかしたらゲストと一緒に島巡りっていう形になる可能性がありますので、そちらの方もお楽しみにしていてください。それでは今回はここら辺で終わりにしたい、行きたいと思います。皆さんね、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画が良ければ、グッドボタン、高評価の方よろしくお願い。どっちも同じだな。あれ、ダブルクリックすんなよ。ダブルクリックしたらプラマイゼロだからやめろ。ワンクリックにしておけよ。OK? わかったな。うん。あと、チャンネル登録よろしくね。うん。よろしくあ、噛んだ。最後の最後で噛む。まあ、この頃噛むからな。うん。まあね、適度な感じのね、このグダグダ感がね、僕の実況なのね、これからもよかったら、こんな感じの実況をお楽しみにしていてください。それでは次回また会いましょう。じゃあね。